ジで。俺工場で働いたことがあるんだけど、マジ。工場ならいけるじゃん。俺工場で働いたことあるんだよ。八王子のイヌメっていうところにいるときに、な、配信一時期やめてて、働くことあるんだけど、あれですぐ俺もバレて、職場の人もバレて、ほんで厳重注意とか言われてさ、な、何もしてないのに。ね、それネットタトゥーを残した結果、厳重注意とか言われて何も悪さしてないのに、ほんで職場をね、その派遣会社からのところだったから俺は、で、派遣会社に行って、こういう風に言われたんだけどって言って、職場に居づれえなっていう風な話をしたのよ、素直に話したの。そしたら、それ事務の方に回されたの。事務行ったら今度俺事務職なんかやったことねえし、できねえのにさ、な。首だよ、首。海外。いや、俺、別に仕事はできるんだよ。仕事内容は大変じゃない。あの、機械が全部やってくれるから、セットアップして、あとはもうボタン押すだけ。で、もうそれ終わったら、パレートだっけ？なんかレパートかパレートか忘れたけど、パレットか。パレットをこうやって運んで、こうやってまた機械を押すだけだから。で、その8台を1人で扱うっていう。それを3人で、8台の1連、2連、3連って、それを扱って、で、それをあとはもう終わったら、検査に回して、検査に回す。だから、あの、建築関係とか無理ね、絶対。もう腰も悪いし、無理よ。でも俺仕事ね、あの、言われれば、ペコ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 して、はい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 やるから。本当に。うん、誰に言われても、ね、違うことを言われても、はいって言って、その通りやって、こっちにこうやって違う人になると、はいって言って、やる。そこはうまい。ただ、やっぱり見バレとかで、あの、ダメだよ。事務所移転ぐらいだもん、俺。だから続いたっていうのは。違う、事務所移転ぐらい。そういう日払いの事務所移転だと、一日、長くても3日間ぐらいだから。休みの日ぐらいだから、だいたい。そう。まあ、一軒家とか絶対ダメ。だ実際働くのは無理なんだよ。現実。中の仕事、中の仕事ってのはどういうでしょう。だからクビになったりとか、まあ結局そうなるんだって。本当に。もう、これね、みんな配信者、有名な配信者に聞いてみろ。金牌とかに聞いてみなよ。もう自分らが働けないって分かってるから。だからもう配信にしがみつくしかないんだよ、俺らって。特に俺なんだからさ、職歴もないじゃん。金牌まだ職歴があるからいいよ。職歴がないんだよ、俺。クソみたいな仕事もだからできないんだよ。クソって言ったら変で失礼だけどね。みんなそういう仕事をしてるわけだから、してる人がいるわけだから、そういう仕事もできないんだよ。配送業免許がある。免許があるわね。どっちにしちゃう。現実はまかないだから、俺は。みんなが言ってるけど、マジで。よさワンオペでね、うんこ漏らしながらやっちゃったな。配信業、まだ、まあ、これで収入は得てないからね、なかなか配信業とは言い切れないけど。最終手段は潜りやってってもらえ。まあそうなるかもしれないよね。働くと配信できる時間減るよ。あ、俺さ、一時期だから、うちのリスナーさんの水道屋さんで働いてたことがあるんだよ。一時期ね。あるんだけど、その時に働いてた時、その、水道屋って言ってもさ、ちょっと変わってる水道屋さんっていうか、普通の水道工事するんじゃなくて、そうそう、トール、よく覚えてるね。そう、トールっていうリスナーさんがいて、それはまあ、会社やってて、で、まあ働いたんだけど、いや、それは仕事きつくないんで、全然。うん。オゾン水っていうのを流すに、配管に。
要はマンションとかの配管って取り外して交換とかできないじゃん。だからそこに圧をかけて、まず水とエアーで圧をかけて錆を取るんだよ。その後にオゾン水流してきれいにするんだよ。そういう仕事をやってたのよ。手伝いでね、手伝いでやってたんだよ。だそれは良かったんだけど、入れる時と入れない時の差がさ、すごい多かったのよ。まずマンションとか取り替えできないんだよ。古い建物は、新しい建物だとできるんだけどね、古い建物はできないんだよ。それがだから、あのみんな知らないかもしれないけど、その道路のさ、配管ってあるでしょ、あれ交換してないんだよ。みんなあのオゾン水とか流してきれいにしてるんだよ。あの YouTube で調べればわかるよ。 YouTube で調べればわかりますよ。普通にあるから、そういうのが。一軒家とかはやらないんで、大体マンションなんで。一軒家は交換ができるからね。いや、嘘じゃないよ。やってたの、だって知ってる人もいるもんだって、実際に。だから、うちのおじさんの名前出してる人いたじゃん。まあ、それもやってたことがあるんだよね。ただまあ、それでだからさ、テレビ、でかいテレビさ、10万ぐらいのテレビだけど、50インチのテレビ買ったりとかしたし。時給じゃないから分かんない。要は半日でもう日給が出たから。あの、早ければ、1時くらい終わったりとかするのもあるね。要はそのマンションの、今日は何部屋やる、今日は何部屋やるって決まってるから、もうそれで終わりなのよ。だから、早ければ1時くらいだけど、遅くても5時には終わる。遅くても5時には終わる。いや、楽勝なんだよ、楽勝。それで、最初は2万円。最初に2万円だったんだよ、日当が。要は、その直の会社から、そのリスナーさんのお金に流れるわけだけど、そこで中抜きでないまま俺に金が来るっていう状況だったのよ。で、それじゃまずいよね。俺もね、やっぱ丸いと思うじゃん。交通費とか飯代出ないけど、その丸いと思うから、いや、ね、少し引いていいよって言ったんだよ。そしたら、その、いや、引かないからって話だったのよ。そしたら、あのね、元請けの方からね、金額が1万8000円になったから、下がってね、単価が下がって1万8000円になったからって言われて、そしたら、元請けの人とさ、トールがいない、そのリスナーさんがいない時に、元請けの人と話したらさ、ね、今日うちは2万円のおば出してるよって言われてさ、ね、2000円中抜きされてたんだよ。はい、連投コメントね、NG 赤。うん。そうしたら信用もなくなるじゃん、そうしたら。でさ、まあ、また問題があったんだよ。そこの若い子がさ、若い子が車の事故を起こしたんだよ。で、保険入ってんのに、ね、車の任意保険入ってもかかわらず、その保険に入ってないみたいな感じで、その会社の人の一人と、そのリスナーさんで、その人間から、要は車の修理代を取ったんだよ。それを俺さ、他の会社の人間から聞いちゃって、元請けの他の会社の人間から聞いちゃって、金、そんなことやるんだなと思ってて、そういうのがあったのよ。そういうのがあったの、闇がちょっと、裏が。だから、まぁ、ちょっとさ、仕事に行かなかった。恐ろしいじゃん、だって何があったら。会社自体もだってさ、そのリスナーさんだって、俺しかいないんだからだって。俺がね、バイトみたいに入る形で。私、ね、お金は良かったんだけど、ちょっと怖かったんだよ、そこが。本当に。だから、昔の話で何になるのって、だから、その上で俺ができる仕事がないよって言ってるの。雇ってくれねって言うんだよ。雇ったって、クビになるって言うの。ネットタトゥーが多すぎて。みんなわかんないんだよ。いたずらの通報とか、ガンガン入れるやつとかさ、特定したりとかして、そういうのもいるんだよ。マジで。やる前からじゃねえよ。やってからじゃ遅えんだよ。もうどうにもならないから、その頃には。な、やって、クビになりました。な、じゃあ配信やります。はい、皆さん困ってます。そんなので、な、今でさえ、毎日やったってさ、別にゼロの時もあればさ、入る時もあるっていう状況なのも変わらず、な、じゃあもうね、仕事クビになりました。どこでした戻ってきました、配信に。って、できるわけねえだろ、こんなもん。普通に考えて。逃げ道がなくなるんだよ。もう。まあ、わかんないよ。話は分かった。入れず見れようぜ。よくねえだろ。
この話飽きたからもう入れ墨話したいだけだろ。結構俺アンチが別に多いわけじゃないんだよ。昔は多かっただけであって、まあそのアンチが多かったんじゃないんだよね。そのグループ化してるアンチがいるだけであって、なんか変わってんだよね、きっとね、うちはね、特に。でもまあ今は別にそんな多くないからな、アンチが。多くないよ。じいちゃん支援を求めてるんじゃないんだよ。だから、その YouTube とか、そのね、投げ銭ができるサイトで、まあある程度やって、まあツイキャスをメインでやろうと思ってる俺が。メインでね。やろうと思ってる。だからまあそれを仕事じゃんだって。仕事。配信で投げ銭をもらうっていうのね。今時配信者に仕事をしろ、仕事をしろって。だからまあ投げ銭が使えるようにするってことなんですよ。もうね、明日、多分明日には申請出せるんで、一応は。そんな感じです。メインが収益化できない。そうそう。メインが収益化できないんですけど。でも、そのね、まあ、いろいろと払わなくちゃいけないものもあるじゃん。家賃の滞納してた分もあるから、まあ、そういうのもね、払っていこうと思ってるし。まあ、とりあえず、きれいさっぱり全部するよ。スパチャは7割じゃないの？確か。7割。払う払う、そういうものを払ってきれいにしてもうやり直さないしょうがないね、マジで。じゃないとそのお金の使い道の管理ができないような気がする。お金の管理が要は入ってきた分だけで、じゃあこれではこっちでこっちでって言ってて滞納してる分があるでしょ。あ、じゃあいいやになって、また自分の現在進行形のも後回しになってしまうような気がするから、まずはその生活をする中で してる生活費プラスその滞納してる部分とか、そういう未払いの部分を払ってきれいにしていこうと思ってる。まずはそれをまずやらないといけないと思ってるから、そっからまあスタートじゃない、多分自分のその貯金とかそういうものの管理とか、もうそれそうしないとダメなんだよ。